アンソニー・ジョン、トニー・マレーンは、現在のアイルランドコーク圏出身のプロ野球選手。両、投げるおうち。ニックネームは、カウント・ザ・ボロー・オブ・ザ・ボックス。主に、シンシナ・ティレッツで活躍し、通算284勝を挙げた19世紀の代表的な投手の一人。メジャーリーグ史上初めて、左右の腕で投げたという記録も持つ。1864年に、 アメリカに移住して野球の選手となり1881年にデトロイト・ウルバリンズに入団8月27日の試合で競合だったシカゴ・ホワイト・ストッキングスから初勝利を挙げるが同時に指を怪我してしまいこの年は5試合の登板にとどまるマレーンはもともと右投げだったが右腕の怪我をきっかけにして左投げを独学でマスターしたというマレーンが 当時守備の際にグラブをつけていなかったのも、左右投げを容易にした一員と考えられている。翌1882年は、ルイビルエクリプスに移り、55試合に登板して30勝24敗、防御率1.88、リーグ最多の170奪三振という活躍をし、チームをリーグ2位まで引き上げた。同年7月18日のボルチモア戦では、 メジャーリーグ史上初めて一試合の中で腕の左右を変えて投球する記録を残し、また9月11日のシンシナティとの試合ではノーヒットノーランも達成した。マレーンはその後セントルイスブラウンズ、トレドブルーストッキングスと毎年所属するチームを変えながらシーズン30勝以上を挙げ続けたが、1884年のオフに二重契約の問題を起こし、1年間の 出場停止処分を受けてしまう。処分の明けた1886年以降マレーンは8年間レッツに在籍し30勝以上を2度、20勝以上を5度、記録するなどチームのエースとして活躍したが、一方で、賭博士との関係を新聞に指摘されたり、給料の支払いを回って、球団を訴えたりと何度かトラブルも起こしていた。30歳を過ぎ、当主。 本類間の距離が60フィート6インチに改正されたことで防御率を大きく落としたマレーンは1893年にレッツからボルチモアオリオールズにトレードに出される。この年は18勝22敗と踏ん張ったがすぐ翌年には名投手ジョン・クラークソンとの交換要員としてクリーブランドスパイダーズにトレードされこの年限りでメジャーリーグから引退した。 その後1895年にはチャールズ・コミスキーが監督をしていたウェスタンリーグのセントポール・セインツに参加し、1898年にはアメリカンリーグ設立前のデトロイト・タイガースの監督を1年間務めている。1944年にシカゴで死去。ありがとうございます。